85K ですね。ということで先生もねちょっと一瞬おっしゃられてましたけど C のその他ということになりましたね。はい、はい、じゃあ当たられた方どうですか。手を挙げていただけますか。 C に変えたよという方、あ、おめでとうございます、はい、まず拍手で、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。いやー、はい、ちょっと85系でしたかという感じで、あ、ちょっと意外といえば意外なんですか。そうですね、いやちょっと3、4銀に140、斜めですか。いや本当にもう、はい、申し訳ないいやいやいや、まあ、このばっかりはね、はい、マシということになりましたけれども、はい、85系、ま、こちらは18分のコールで指されまして、はいはい、でノータイムで86銀を指されたんですけれども、はい、そうですね、ノータイムということは読んでいた。なんかこの3号系と打たれたところは、はい、やっぱりこう攻められたので、まあ、自然にこう、まあ、受けで対応するっていうのがまあ、こう自然の流れなのかなというふうに見たんですけれども、はい、まあ、この8号桂というのは攻めにこう攻めで切り返したような手で、はい、まあ、もう攻め合いですよね。だからすごい強い手だです。だからこうちらっと、まあ、最後触れましたけど8号桂、まあ、でも、まあ、あんまり指しづらいかなと、はい、思ったんですが、はい、こう踏み込みましたね。こうノーガードで殴り合うような感じに、はい、もうそうですね、こう攻め合いでっていう勝ちに行こうという手ですよね。はい、でそれに対してこの手としての意味としては、はい、まあ、次のもう狙いとしては、まあ、例えば2三桂成とか、はい、銀が取れるんですけれども、はい、6六角と取る手が、狙いの一手でして、はいはい、同歩と取りますが7七銀と、はい、この時に打ち込んだ手がこの、はい、ここの7七の地点に、桂馬をもう歩も効いて桂馬も効いてこう攻めの駒が、はい、後手の方が多いんですよね。はい、こちらは金玉桂の3枚、はい、こちらが銀と歩桂桂で4枚効いてますの で後手の方が多くて、はい、取って取って取って取った時に、はい、そうですね、もう全部取り合った時に後手の方が多くて、はい、後手が攻め合って勝つという、はい、そういう流れですね。なのでここの銀が1枚いれば、まあ、数が一緒になるので、はいはい、ということで8六銀と受けた。うん、そうですね、まあ、ただこの局面よく見てみると、はい、9八玉で詰まないんですけど、あ、この瞬間は歩がありますからね、2歩とはできませんので、はいはい、7八銀成と必死をかけまして、まあ、はい、これ結構危ないんですけどね、3二飛車成で。確かに、ね、5一玉しかなくて、で、まあ、一応大丈夫なんですけど、はい、これを読むってすごいですよね。でもこの一直線の変化、うん、8五桂って結構この変化は怖いですよやっぱり、うん、たくさんあるんですが多分大丈夫。はい、角銀4枚では確かに、はい、大丈夫なんですけど、うん、まあ、この変化もちろん見切ってるんですけど、うん、まあ、こういう怖い変化はたくさんありますねやっぱり、はい、これを見切った上での、はい、見切ってますね、はい、はい、なるほど。で、まあ、その一直線だと、はい、先手が悪いので8六銀と、はい、そうですね、はい、受けたということですね、まあ、この辺りですかね、はいはい、そしてあと一手進みました。あ、まだ進んでます、はい、はい、ちなみに8六銀に対して次14分のコールで7七歩成となっていきました、はい、これが現局面、ね、あ、現局面ですね、ですね、はい、ところですね、なってまいりました。では7七歩成となった後同じく桂と、はい、はい、そうですね、この歩成りはもうどれかで取る、ここで、はいはい、清算することになるんですけど、はい、同桂、そして同桂駒の交換ですね、こっち側でなりましたね、はい、左なり、はい、で同銀ですか、同銀左です、左ですね、はい、はい、そしてしかしここ受けないんですね。こうやってもうどんどん攻めていくっていうのが、そうですね、こう自玉をこう見切ってるんですかね、安全度を、はい、大丈夫と見てると、はい、見てるんでしょうかね。でここで、はい、同金でした、同金ですか、はい、はい、そしておかわり6号桂、あ、6号桂と、はい、うん、今この局面ですね。で残り時間は豊島竜王は2時間33分、
藤井聡太三冠は46分ということで時間はかなり。そうですね、はい、46分ですね。そうなんですよ、なかなかちょっと、はい、まあ、この時間差はどうですか。そうですね、あのやはりちょっと時間のに差がついていますかね。あの藤井三冠の方がこう、まあ、考えられているっていうのは、まあ、この先の見通しを、まあ、立てながらこう行っていって進めているというところだと思うんですけれども、はい、まあ、おそらく形勢はですね藤井三冠がこう、まあ、しばらく前からあの良いと思うんです。で、あの、まあ、どうやってこうそれを、まあ、やっぱり良さを、優勢そして勝ちに結びつけていくかというところで、まあ、こう確実にミスをしないようにこう行っていって進めているという印象ですけれどもね。はい、はい、さあ今交換しましてその後6号桂のおかわりがまあ飛んできた形なんですけれども、はい、この後どういった展開になりそう。そうですね、動きましたね。どうなんでしょうかね、はい、この局面一度ここで王手しました。4三桂成、はい、となりましたね、はい、そうですね、まあ、これ受けはちょっと難しいですね、なかなか。雰囲気こう逃げたりとかそういうことをするとどういう、はい、まあ、7六金とか金を逃げることは考えられたんですが、はい、7五歩と打っていってこう、はい、銀はちょっと動けないですね、角がこういるので、はい、これは取れない、はい、じゃあ素直に同金と取ると、はい、そうですね、これで6六角と切ったり7七銀と打ち込む手があるので、はいはい、金がいなくなるとこういった形、これは厳しいですね、はい、金を引いたらどうなりますか、はい、金を引いても、まあ、7六歩といった手でここを足す形、はいはい、打ち込む手がありますのでこれも厳しいですかね、はい、なので、まあ、それも、まあ、一応あったとは思うんですけど、はい、ここで手抜くのがいいという判断ですか、まあ、一度王手を、はい、王手ですね、してどうかということなんですね。そうですね、はい、いやこれはでも結構際どいんじゃないかな。あ、際どい、どうですかね、うん、2三もあったんですけど2三桂成、はい、ちょっとでもそっぽ行くんですかね、なんか飛車なって5一玉の形がなんか妙にこう絶対詰まない、絶対詰まないとは言わないですけど、はい、詰みづらい形、相当詰みづらいですね。ちょっとこう逃げ道が空いてるんですかね、はい、はい、結構駒があってもちょっと詰みづらいかもしれないので、はい、うん、詰めろはかかるけれども、なるほど、詰みは難しいと。そうなんですよね、はい、だからちょっとあんまりこっちにも余裕がないので、うん、まあ王手が先手で4三桂成ですね、はい、4三桂成、そしてどう、まあ、金が大きいと見てますかね。金結構あの攻めにも守りにも使える駒ですので、はい、もう一度こっちに、はい、使いやすい駒ですからね、はい、なるほど。で同銀としまして、これが現局面、これでも激戦にしか見えないですけどね。そうですね、まあ、予算権なりは9分の考慮で指されましたけれども、はい、はい、そうですね、うん、はい、この局面はちょっとこう一目でどっちがいいっていう判断は、まあ、難しいですね。ちょっと藤井三冠の、まあ、ペースで基本的にはこの将棋は進んでいるとは思うんですが、はい、この局面自体どうなっているのかですよね。豊島竜もめちゃめちゃ駒持ってますよね。桂馬とかも結構、そうなんです、はい、これ桂打ってどうかですよね、はい、桂馬を、まあ、5五に打つのがこの遮断して角の利きを遮断してながら、はい、攻める攻防の一手なので、はい、ここに攻めれますね。攻防桂打ちは有力ですかね、はいはい、これでも46分でこれもう今、そうですね、ですね、時間としては3時44分ということで、まだちょっとまあ、タイトル戦としてはまだまだ早い時間ですよね。そうですよね、結構終盤、これ難解な終盤に今なっているので、はい、この局面をこう1時間で勝ち切るっていうのは、はい、まあ、もちろん藤井三冠の終盤力は、はい、もちろんすごいので、はい、まあ、もちろんそうなんですけど、やっぱり時間はあるに越したことは、ね、ないので、ちょっとこの時間差が若干気になる、はい、ちょっと気になりますね、やっぱり、はい、はい、で、ちょっとお伝えをし忘れてたんですが、3時になった時におやつが、はい、あ、はい、今日のおやつですね、今日のおやつ、午後の3時のおやつを紹介します、はい、豊島竜王がマスクメロンのタルト、
はい、そしてアップルジュースということです、はい、で藤井三冠がブルーベリージュースとジンジャーエールと飲み物を2つ、まあ、対局室に運ばれたそうですね、はい、あの食べ物の、豊島竜王のタルト、対局室に飲み物がブルーベリージュースと、ジンジャーエールは対局室に運ばれまして、はい、豊島竜王のタルトは控え室に用意されたということです。はいはい、今回はもうおやつじゃなくて飲み物で。そうですね、やっぱり局面がもうすごいことになってましたもんね、はい、3時すでに、はい、はい、確かに。なんでゆっくりこう食べるみたいな時間では、気にはならない。残りもう46分しかないですもんね、8時間あったのが、そうですね、もう残り46分ですから、はい、そうですね、もう1秒もこれ惜しい、はい、はい、そうですね、まあ、栄養を補給したいところではあるんで難しいところですけど、はい、うん、まあ、飲み物で、はい、飲み物でってことですよね。ブルーベリージュースもね、はい、目にもいいですし、はいはい、で刺されました。4分で5五桂馬、はい、やはりこの、はい、早いですね、4分で刺されました。そうですね、やはりこれは、まあ、一番こう攻防手、はい、ということなんで、これはやっぱりでも豊島竜王としてはもう勝負勝負で、まあ、この一手っていうのもあるかもしれないんですけど、もう、まあ、藤井三冠の残り時間とか総合的に判断してここは早指しがいいというふうに判断されていると思います。やっぱりあのもうとにかく勝ちに行くっていうことですよね、はいはい、さあこうなった場合にじゃあこう攻めるのかこの銀を受けるのかとか色々出てきますが、これ結構味がいいというか、あ、将棋用語で味がいいっていうのは結構なんか、はい、いろいろその効果がありますね、はい、このもちろん角の利きをこう防ぐという意味もありますし、それで銀取りですし、6三にも効いてるんですよね、うん、これなんか玉が後手玉がどんどんこう逃げ出す変化があるんですけど、6三防いでるっていうのは相当大きいですね。あ、一石三鳥みたいな、ね、そうですね、この5五桂は結構打てれば嬉しい桂馬に見えますけどね。ちょっと一例を進めてみたいんですけど、はい、ちょっと局面の判断がしづらいのでちょっと自分もこう進めながら、はい、あの判断したいところなんですけど、うん、7七桂成と、はい、まずは、はい、なるするところですね、はいはい、で同玉、はい、でなんか先手玉はこちらに逃げ出す変化になりますね。7六歩と打って、はい、まあ、ちょっと同玉かどうか際どいんですが、うん、どうしましょう、まあ、ちょっとでも同玉とは取れないですね、これきっと。あ、同玉とは取れない、はい、取っちゃうとなんか6五銀と打たれて、なんかあの5五の桂をこう手順に抜かれる変化があるんですね、5五角とかこの時に、はいはい、まあ、際どいんですけど、これで桂馬、まあ、結構要の駒なので、これ取られる変化は、まあんまり先手としてはやりたくない。あと逃げ道がなくなっちゃってますね、はい、そうですね、結構この駒を外しながら相手玉も詰めろになっているので、はい、結構体勢をこう入れ替えたような手順にはなりましたね今のは、はいはい、なので7六歩には、6八玉と引くと思います、うん、まあ、ここですよね、ここで8七飛車成はちょっとやれないですかね。8七飛車成がないというのはこちらが怖いですか。こちらが危ないですよね相当、うん、ちょっとこれ読み切るの大変なんですけど、4三桂成、同玉、5五桂で同角と取る一手で、逃げるとこう角、逃げると詰むと思いますね、4三角 で、ね、はいはい、上もそうですね、はい、ということで同角しかない、同角しかない、で、同銀と取れるのかな、同銀と取れるかどうかっていうのは、同銀と取った時にこっちは詰むかどうかっていうことですね、はい、そうですね、際どいんですが、
しかしまあ後手玉が詰まないのでこれ同銀ですかね、はい、はい、同銀。これも詰む詰まないが本当に絡んでて、うん、まあ、もちろんこれは藤井三冠としても力の出る局面ですけど、ただ、はい、読み切るのは相当大変ですね、はい、これで後手がもしこの玉は詰んだら勝ちですけど、はい、詰まなかったら逆にこっちの受けがないので、そうですね、はい、先手の勝ちとなる、詰まなければ先手の勝ちですね、はいはい、本当に綱渡りのような、はい、そうですね、ちょっと読み切るのが、はい、ということで、まあ、飛車成りが、まあ、詰むならなるけれども詰まないなら違う手をちょっと考えないといけないっていうところ、あ、そうですね、そういうところですね、ということなんですね、はい、いや、いや相当危ないですね、やっぱり積んでもおかしくないですね、うん、いやちょっとどういう大手から、そうですね、なんかこう7七歩成と、はい、こういう大手と、はい、していくか、はい、まあ、していくんですかね、はい、金銀ですもんね、はい、あ、そうですね、とかが入れた 金2枚なら、はい、金2枚なら金2枚なら7八竜とか聞いて詰むんですけど、はい、ここそうですね、歩が金銀ですとちょっと詰まないと思うので、はい、銀を金だと金金だとこうやって頭金で、あ、そうですね、とでこれだとこう8七が唯一なんで、はい、これは詰まないですね、はい、ここに歩が上がってるのが効いて、はい、まあそうですね、ちょっと駒足りないので、はい、まあ、で竜歩成り、歩成りですね、はい、で5八玉でちょっとこちらでこの3八の飛車が生きてくる展開になりますね、はい、この飛車がこう後手玉もそうなんですけど自玉の安全にも効いてくる駒になっていて、うん、でこの5五銀が結構効いてるんですかね、これが詰むか詰まないかっていう話になるんですけど、はい、これは際どいですね、ちょっと詰まないかな、取って同金、ちょっと詰まないですね、金銀桂3枚、桂飛車がいなかったらこうなんか3五桂で、はい、詰むんですけど、はい、同飛車でちょっと詰まないですし、はい、これは詰まないですね、なるほど、この変化はちょっと先手が勝ちの変化になりましたけど、はい、ただ一直線で今殴り合ってますのでね、はい、こういう変化ももちろん読んでの、はい、戦いをされているということなんですね、はい、まだ5五桂の、はい、現局面を戻しますか、まあ、今のはこう結構真っ先に考える変化ではあったので、まあ、後手としてはこれで今勝てなかったので、はい、別の変化を探すというところですけど、いや、なんで先手勝ちの変化が今出てきたので、はい、これはどうなってますかね、かなりの激戦ってことですよね、こう今可視化というかこう何パーセント何パーセントっていうのがこう出てくるんですけど、はい、あ、はい、人間的に見ると全然そんなことがないっていうことが多いですよね、まあ、何パーセントかちょっと知らないですけど、はい、まあ、でもこの局面はちょっとわからないですね、どっちが勝ちかというのは、はい、お互い急所に桂馬が学校聞いてるような感じになってますよね、そうですね、まあ、かなり複雑な局面で、はい、まあ、相当読んでもまたちょっとよくわからないような、まあ、私でもこう、そうですね、46分中、まあ、こういう局面になったとして46分中全部使うわけにはいかないじゃないですか、やっぱりはい、残さないといけない部分があって、はい、そういったのもちょっと時間配分とかも見ながら決めるんですか、どれぐらい考えるかっていうのは、やっぱり46分で終盤戦をこう戦うっていうのは、まあ、ちょっとこう不安なところではあるんですけど、はい、まあ、そのあたりはこう時間 の配分ですよね、やっぱり詰む詰まないの最後に数分残しておくっていうのはやっぱり大事なことで、まあ、藤井さんか数分あれば詰む詰まない分かると思うので、はい、おそらく終盤はその分かっ、ある程度その自分のペースっていうのがあるんだと思いますけどね、うん、この局面はでも46分乗り切れるってことだと思うんですけど、そうですね、まあ、残り
その藤井さんがタイトル戦とか見ていますと、はい、やっぱり残り3分とかから減らないっていう。そうですね、3分からなかなか、はい、1分将棋になるのは珍しいイメージがあります。だから終盤戦はある程度のその、まあ、相当やっぱり玉回りというか詰む詰まないが、うん、その分かるんでしょうね。あ、時間がなくても正確な、はい、見切りができるという、 うんことだと思います、はい、でこの局面で時間を投入されているんですかね。確かにこのなっていくとまたこう攻める形で一直線として、はい、受けるとかはこの局面っていうのは、はい、この局面で受けるってですね、はい、まあ、何を受けるかがちょっと難しいんですけど、まあ、こう銀を逃げるとかですね、はい、まあ、受けるんでしたらこういう手が考えられるんですけど、うん、まあ、ただちょっと4三歩とか打たれてしまうので、そうですよね、うん、こう先手先手で攻められてしまう、はいはい、こう王手王手とか、はいはい、次に王手するよっていう手が、はい、これが入っちゃうとちょっと嫌ですね。これで玉寄るとかだとちょっともう危ないので、うん、ちょっとさせないですね。やっぱり、うん、駒が入った時に反撃がかなりきつくなってきますよね、はい、これきついですね、はい、となるとやっぱりこう、はい、攻める手でどう組み立てていくかっていう。そうですね、はい、まあ、残り時間をこう気にされながら考えているというたところでしょうけどね、はい、今ちらっとこう記録係の方、はい、確認しましたよね今、はい、今あの確認というのはどういうふうな、なんか紙が置いてあるんですよね。そうですね、残り時間の、まあ、見れば分かるようになってますので、はい、記録係の1から、ね、60までこう、はい、数字が書いてまして、あのなくなっていくとこう斜線が引いて今あと何分残ってるっていうのが見えるようになってるんですよね。そうですね、なってますよね、はい、なので現在どうでしょうね、結構ここで考えられてますので、そうですね、30何分ぐらいまで残り時間が減っている可能性がある、はい、まあ、やっぱり対局者 の、 その感覚というかちょっとこう焦る展開ではあるんです。な、あの勝ちそうだけどこう勝ちが分からないみたいな局面ってちょっとこう焦りを生むんですけど、はい、この局面もなんか勝ちそうだけど分からないみたいな、うん、まあ、自分は今その状況なんですけど後手が勝ちそうだけど分からないなみたいな、うん、はい、手順を尽くせばですが、その手順というところが一番難しいということなんですね。はい、はい、まあ、もちろんこの局面にもある程度こう誘導しておりますので、まあ、道筋はついてるとは思うんですが、はい、まあ、それがどういった手順なのか。ですね、はい、ここでじゃあまあ有力としては7七桂成、今後の展開としては7七桂成がまあ最優先に考えたり。そうですね、はい、この局面ではもう7七桂成の一手だと思いますけども。あ、ここはもう桂成の一手、はいはいはい、でもここで考えてるのはちょっとまあ難しいですよね、まあ、この先もちろん考えてるんですけど、はい、やっぱりこの一手だというところでも考える、念には念をって脇先生が言ってましたけども、はい、そういったあの残り時間少ないけどもこう焦ることはないでしょうね。同玉の一手でやっぱり7六歩は打つと思うんです。はい、はい、でやっぱり、まあ、先ほど同玉はちょっとまずかったので6八玉と引いて、あ、ここですよね。これ8七飛車成がダメだったんですけど先ほど、はい、ちょっと詰まなかったので。そうですね、ここで何か違う手が、まあ、違う手もいやあります。ここで7七銀っていうのが結構有力に見えます。ここで、はい、はい、まあ、これで5九玉で8七飛車成みたいな、はい、これでまあ今度こうやって詰めろですね、はい、あ、詰めろ、あ、6八金からの詰めろですね。あ、そうですね、金こういう詰めろになるので、まあ、決めるっていうのが大きい手、はい、まあ、こういった展開が予想されるということですね。予想されますけどね、はい、はい、ということで、はい、ちょっと鐘が鳴りますね。そうですね、時間ですか。それでは解説の途中ではございますが一旦10分間の休憩を挟ませていただきまして、この後4時10分、10分後の4時10分から再開とさせていただきます。
先生方ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。